どうも、今回はファイアローを使ってマスター対ランクマッチ潜っていこうと思うんだけど、今回のファイアローのね、型はね、もう、とつったら、帰ってこれない。もう火力型のファイアローを使っていこうと思う。技構成なんだけど、ブレイブバードに、ツバメ返しと。で、ブレイブバードの効果がね、結構、まあおもろくて、ブレイブバードを敵に当てると、敵になんかマークがつくんだよね。で、そのマークがついてる敵に強化攻撃、当てることができると、まあツバメ返しの、クールタイムが短くなるよっていう、そういう効果なんだけど、で、つばみ返しには、つばみ返し打った後の次の攻撃が強化攻撃になるっていう、そういう効果もついてるから、まあ、それうまいこと使って、何回も強化攻撃打っていけるみたいな感じでやっていけるから、まあ、なかなか楽しいんだよね。ちょ、やばい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 。いや、まずい。火力えぐいからな。火力えぐいっていうか、柔らかいからな、序盤からはまた。で、これ結構アクロバットの火力高いんで、なんかこう、スティールしやすいんだよね。また柔らかいんだけど。すまん、ゼニガメ。一個だけ取られちゃうかもしれん。二体はスティール決めれたんだけど、間に合い。すまない、肩身の狭い思いをさせてしまって。でも敵帰ったな、これ完全に。あ、譲ってくれるのもしかして。うわ、ありがてえ。俺、今回頑張るね、ハゲ。譲ってくれたのにひどい言いようなんだけど。まあ。で、今回の持ち物なんだけど、力の鉢巻き、気合の鉢巻き、そしてお助けバリアっていう。まあ、無難な物理型アタッカーの構成だね。さあ、これ取っちゃうか、これ。で、一応つつくだけ残しといて。いや、ちょっとつつくだと火力が出なくて、あれだったね。いや、まずいな、これ。腕力やれるか。よし、仇は撃った。で、つまめ返し覚えたんで、一旦つまめ返しで、翻りながら逃げていく。そこで決め落としたの分かってんだよ。間に合わない。まあ、がしかしね、やーべえ。羽の生えたハゲになった。ちょっと強化されたわ、あいつ。さあ、追い出すか、あいつを。そうそう、君もね、やっぱり、火力取っていかないとな。よし、ナイスナイス。あいつ、潮吹き型、ハゲだな。わかってる。わかってるな、あいつ。で、で、どうしよっかな。もう、下レーンに行こっかな、俺。下レーンに行って、先になんかこの29ポイントを、ぶち込めれたら結構ね、いいと思うんだ。で、その5ポイントは、5ポイントっていうか、その経験値はさすがに、上げていこうかな。早めに行くことによって、多分、プクリン一匹なんじゃない？まあ、そうだよね。だから、5対3、じゃ、3対1でなんかいい感じにやれればいいからね。さあ、アクロバットで、俺、参上と言わんばかりに、かっこいい参上決めて、あい、ご了承。決めるぞ、割るぞ、これ。割っちまうぞ、これ。ナイスー。あと9ポイント。あと9ポイント。どっかからひねり出せ。いやー、月光が来てるね。ここら辺いるでしょ。はい、アクロバットで削り切って。よし、これがつまめ返しの力よ。完璧。で、ファイアローの仕事って、後ろの柔らかいアタッカーとかを、敵の後ろの柔らかいアタッカーとかを買ってあげるみたいな、そういうのがちょっと役割だったりするからさ、いい感じでちょっとぶっ刺していきたい。で、眠るだっけ？眠っちゃうのはまずいからね。7レベルになったら俺結構未来変わるんで、まあ、殴って経験値近くにいるだけで、これ時間で上がるだったっけな？どうだったっけな？オッケー、上がったね。で、ブレイバード覚えたと。さあ、こっからよ。で、ブレイバードって集団戦割とこう、うまくいったらこう、ルカリオの新速連打とかさ、波乗り月光河の波乗り連打みたいな動きもできるから、とりあえず何人もにマークつけちゃえばいいっていう、そういう、すごい簡単な話なんだけど、ただあんまり調子乗って出すぎると、まあ死ぬ、普通に。だから裏側の敵の後ろの柔らかいアタッカーとかを狩るみたいなのが、めちゃくちゃいいと思う。それが。できれば最高なんだけどね。口で言うのは簡単なんだけど、やるのが難しい、やっぱ。有言実行の男になるしかねえよな。さて、ううとかやりたい、ううとか。さあ、ううさあ、これはチャンスなんじゃない、盛大に外していく。ただ割れてる。イヤパレスが割ってくれたな。ナイス。じゃあこれさ、ツバメこうやってこうやっちゃおう、これも。で、ここで、ブレイバードからの、で、待って、強化攻撃当ててねえわ。で、ツバメ返し打って、ちょっとミスっちゃったね。これまずいね。いや、もう運ゲーしよう、これ。運ゲーしよう。いや、ナイス。で、ブレイバード打って、倒したよね、多分ね。固まったけど。ちょっとやりたいことできなかったんだけど、まあ、悪くない。ユナイトさんも溜まったしね。で、そう、8戦とか、8狩りとかは結構ね、ファイアローしやすくて、とりあえずブレイバードで何人もにマークつけちゃえばいいよっていう話なんで、結構いいんだよね。真ん中の8を倒しに行ってあげたいな、ちょっとな、一緒にさ、大丈夫かな。8取られる前に8を倒してあげたいんだけど、あ、ナイス。じゃあ、ちょっとその戦闘、俺8が湧いてない、8とかかじり亀とかが湧いてないんだけど、戦闘あんまり、ね、やる意味ないよね感じるから、とりあえず、経験値上げたいね。無駄な時間を過ごさない。まあ、今みたいな感じでさ、ブレバ打って、で、ツバメ返し打って、もう一回ツバメ返し打てるようになるよ、みたいな。
コンボもあるから、このコンボで、まあ、敵の後ろのね火力キャラを削り切るみたいな、できればもう最高よ、最高よ。野生モンスターを買ったりするのもね、なかなかしやすいからね。今回結構まあ死にまくってるっちゃ死にまくってからあんま良くないんだろうけども、割とねいい動きができてると思うんだ。リードしてるしね。よし完璧。さあ10レベルになったし、このユナイターズで誰かを誘拐したい俺は。これであの2回目のカジガメ戦始まった瞬間に誘拐してくるんで、でこれはね仕留めるか一緒に、おらからのつばみ返しからの、あいだいぶ削ったからね。やっぱブレバの火力えぐいからね。だからブレバ外すと火力なくなっちゃうから、そこはまああれだね。ちょ一旦撤退しよう。これ俺守れないから今回君たちを。ナイス波乗り、ナイス波乗り。ルカリオとカメックスのなんかこう絆を感じたね。かなり絆を感じたね。なんか来てるぞこれ、いるんだよそこに。あー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 、最悪。でもなんかそこにもいる気がすんだよね。なんか見えた気がする。まあ上行ったかな。そこのハチとかもさ、ちょっと借りたいんだけど、もういないかな。いないね。3人で買ってるからなかなか早い段階でやっちまわれたな。まあでもナイス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 。これ俺が一旦ブレバで敵の裏に回ってさ、いい感じにやってこうか。さあ落ち着け落ち着け。ユナイターさ撃たれたらもうしょうもないからな。で当てて、あううやりたかったから、まあしゃあね。ダストボタン使って向こうに連れていく。誘拐したやで。ナイスナイス。ブレバ撃って、いやちょっと隠れんなよてめえ、まあ、月光がぐらいだったらやれるんじゃない。これどうなんだろう。月光ぐらいだったらブレバで逃げられんのがちょっと非常に腹が立つ、非常に腹が立つけども、これはもうさすがに行こう行こう。なんか俺のちょっとやりたいことと、なんか自分のやりたいことと別のことやっちゃってるんだけどさ、まあ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 悪くない、勝てればいいから勝てれ勝てれ。なんかおったぞ。隠れてたな陰キャハゲ。おら待って待って、おつけおつけ。おー逃げんじゃねえよ、あれあれで逃げられるの相当腹立つぞ。ただまあ俺にもアシスト入ったんで、まあまあ悪くはない。自分さえ良ければ全ていいから。やっぱサッカーとかでもそうだよ、世界のストライカーはチームが負けても自分がハットトリックさえ取ってればいいみたいな。あこれ橋開いてる、これ面白いことできるんだ。これブレイバードで印つけます、でツバメ返し強化砲撃、ツバメ返しで、ツバメ返し強化砲撃、ツバメ返しみたいなね。連打できるんだよこれ。蜂いろんな蜂に印がついてるからできるから、これをね集団戦でねやりたいわけよ。ただまあ無理だね、相手が相当固まったりとか、あと一発でとどめさせるとかじゃないと、ファイヤルやっぱやばいからね。まあできないけど、やっぱこういうさ条件が整ったら何にでもできるキャラみたいなのはいいよね。かなりポテンシャルを感じるとか、無限の可能性を感じるキャラ、それがやっぱファイヤルよ、やっぱり。でもアクロバットの前の強化がすごいありがたかったね。ロトム狩られちゃったか。いやまあロトムはでもまあいいんじゃない。これルカリオと一緒にやりそうだけど、おい、あー逃げられちゃった。まあまあまあ一旦撤退で行こう、撤退で。まあ集合しよっか、真ん中、とりあえず真ん中に集合してさ集団戦こなそう。また一人誘拐してくるんで、3人ぐらい誘拐できたら最高なんだけど、それもらおっちゃおうかな。まずミスったマジミスった。あ眠っちゃった、やばい。これでもね抱え落ち、いや待って一旦さちょっと味方と足並み揃ってねえから一旦ちょ帰ろっかな。これいや最悪。これどうしよっか、どうしようもクソもないんだよな。これ抱え落ちするわ。ユナイターザ味方の位置確認したら全然ちょっと味方のところにユナイターザ派遣な誘拐しに行けなさそうだったから、俺も逃げるのミスったのもあるんだけど、一旦ちょっと抱え落ちして、これちょっと有意義なユナイターザの吐き方をしていきたいんだよな。味方のねやっぱり一緒にいるときにやりたいよね。でブレバもアップグレードいい感じにされたんで、やっぱ集団戦集まるの超大事だよな。まあ、あと殿下の宝刀スティールっていうのがある、サンダースティールがあるんで。マジか、集まろうと思ったんだけど、みんな死ぬかなって思ったんだけど全然死ねえじゃん。これマジでさ、ちょっとマジ集合しよう、本当にガチ集合で行こう、ガチ集合 TV で行こう。これちょっとサンダー殴ってさ、あーでもなんか今回サンダーやらなさそうな感じあるな、やっぱり。さ、ルカリオと一緒にこれはやっていきたいな。くっそ。逃げ足が早いんだよな。まあ、ウぐらいだったら、まあ、タイマン全然やっていける、これは。うい、ちょっと、ういからの、もう一回、ういやって当てて、マップ確認して、味方とやっぱり、なんか揃わないんだよな。これなんでこれ。これなんでこれなんでよ。さ、これはね、誘拐しよう。うらよし、誘拐したぞ。これはやりたい。これはどうで、ぜひともやりきりたい。よし、やって、ナイス、プクリン倒していく。プクリンさえも溶かせる、この火力。たまらんすな。
いそうなんか、いるなぁ。ちょっとこれ決めに行きたかったけど。がしかし、ファイヤローには、この技があるんだよね。じゃあな。これ決めたいなぁ。6、5、4、3。くっそくそ。いや、今回なんか集合状況がね、良くなかった。ギリじゃねえかよ。おお。さあ、2試合目やっていこうか。やっぱ、アクロバットが強いね、やっぱ、序盤からの。なんか、スティールとか楽だしね。で、1戦目の最後がね、ちょっとね、立ち回り怪しかったからね。1戦目の途中までは割と良かったんだけど、最後まで立ち回り良くするのってやっぱむずいよね。まあ、勝てる、正直勝てれば何でもいいんだけど、まあ、さっきのはめちゃくちゃ危ない試合だったもんな。水鉄砲でエーパーも押し合ってんじゃねえよ。さてさてさて、じゃあアクロバットで、これ簡単にスティールしちゃう、見えねえな、でも。そろそろじゃないこれ。あ、いいね、いいタイミング。ナイスタイミング。で、カメックスが荒らしてくれてるんで、ああ、いいね、いいね。カメックスにはなってないか、まだ。これ来てるな、多分。よし、取ろう、取ろう、取ろう。いいね、いいね。大丈夫、それ。俺今回スタンさせれる技とか持ってないから結構きついぞ。ただ、君が命を賭して前を張ってくれたんで、俺はここを守ることができる。君が来るまで俺ここを守りきるからな。10ポイントって割とすぐ決めれちゃうからね。本当に、しんどいよな。うわ、すぐ。最悪マジで。おい。そんなお前身代わりなんてお前。そんなん。引っかかるわけないだろお前。おほほ。まあまあ、しゃあないしゃあない。これはね、一旦ね、なんか、ゼニガメすごいまた攻めてない ?3 ポイント。いらんやろそんなの。いや、もしかしたらあれかもしれん。なんて言うんだろう。ゴール決めれば決めるほど強くなるアイテムみたいなのあったりするから。取れっかなこれ。待って待って、取れたかな?取れてないな、これは。また死んどるやんけ。まずいですよ、これは。これはまずいっすよ。あいつやれそう。くっそ、マジかミスったね。まあ、しゃあない、しゃあない。じゃあ、とりあえず、まあ、エイパムとか借りながらいろいろ、待って、ゼニガメくん?君、上レーン放棄してジャングルの経験値食っとるやん、あなた。それちょっとまずくないそれは。それちょっとまずいんじゃん。ちょっとこれだけ食っていこう、あのように。そうだね。で、これだけ食ってしたらね、行こっか。カメール君、それまずいんじゃないか、そこの取るの。真ん中の月光が育たずに、終わるぞ、これ、きっと。まあでも、これを打開するためには、ちょっと奇抜な戦法を取らなきゃいけないんで、奇抜というか、珍しい戦法を取らなきゃいけないんで、これ、攻撃しよう。これ決めに行こう、これ。もう、下ね、ゴール割るしかない、これもう。いや、ルカリオ帰ってきちゃった。これ集合しようも早めに。ちょ、カメールもマジで本当にもう集合しろ早く。まあ、食ったんだからお前ジャングルの経験値。早く集合しろお前もう。割るぞ先にこれ。敵が来る前に。さあ、ルカリオに向かって、アクロバット?まあ、一旦これ逃げつつ3、2、1で逃げれっかなこれ。まずいんだよな。出すぎたね前ね。ちょっとね、柔らかすぎた俺が。ただの鳥なんで今。まずいんだよね。で、上レーンに誰か一人敵が残ってくれたらマジやりたいんだけど。ファイヤローはもしかして。ファイヤローいいのもしかして。取ったかな?オッケーオッケー。で、ナイスナイス、それマジナイス。集団戦でもうマジ仕留め切ろう。ガチで。仕留め切ろうもう。いや、やれそうそれ。マジで。ナイスナイスです。私らがもう、やりたいけど、まあまあ、しゃあない。絶対より狙われてるんで、一旦アクロバットでこれ、引きたい。危ない。で、月光下がね、相手上に残ってくから、それをうまいこと使ってね。ちょっとブレバ覚えたいな、ちょっと。マジで、ブレバ覚えないとやばそう、これ。で、かじり亀も運ゲーで良さそうだな。ブレバ覚えて、で、ここに引きこもって、いや、これはね、体力マジでやばいんだよな。いけるかな、これ。あそこに、打ち込んで、よし、ナイス!これはいいぞ。ジャングル大好きじゃん、こっちの、あの、カメール。自分のことをジャングル、一般ジャングルだと思っている、カメールみたいな、本出せるかもしれん。そういうアニメを作れるかもしれん、もしかしたら。これ決めちゃおう、これも。ナイス!なんだかんだまあ取れたんで、オッケー。カメールもね、カメックスもね、ジャングルの経験値取っちゃったけども、でも最終的にはカジリガメ戦ちゃんとね、来てくれてて勝てたからね。勝てりゃ何でもいいんだよ、勝てれば。正直勝てればどんなやばい動きをしようが、それはもう、まあ一種の戦術ですしね、で終わっちゃうからマジで。俺こういう考えなんで、こういう考えを嫌う人も結構いるけどね、本当に。はい、待って、どこだ?見えねえ、どこだ?空打ち。オッケーオッケー。まあ、とりあえず、これ、打っちゃおうか、これもう。ユナイタゾとか。あ、外しちゃった。まあまあ、でもいい感じに。ユナイタゾ打っていきたいね。なに
何てめえてめえ、まあまあこれ不毛な気がするこれはねちょっとね不毛な気がする、これはこれさすがに不毛な気がするから、ブレバとかでさちょっと行きたいんだけど、オッケーオッケー、避けていく。さあルカリオくんにここに当てて、当てて、絶対逃がすな、よーし絶対逃がすな。これ焼き鳥 VS 焼き鳥、完全勝利、完全勝利って感じなんで、ルカリオに対して放つ、ナイス2連キル、これが素晴らしい。ユナイトズ外しちゃって、まあ、クソ下手なプレイしちゃったんだけども、この2連キルはねでかい、取り戻した完全に。がしかしね、撤退ってお前は来いお前集合と撤退はどんどん行こうってお前も来い、お前も行くんだよ、どん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 行くんだよお前。これね前で過ぎた、ダメ、前で過ぎた、ダメで、こいつを狩る、帰れなくなってるから今。よし、ナイス。あ、待って、決めに来たのか、あいつ。これまずいかもね、これちょっと。一旦ちょっとタンクに前張ってもらいながら、それやりそう。うれっ！よし、キルしていく。これが大事。2連キル入れて。ちょっと待ってよ、許してほしい。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。よくない、よくない、よくない。こいつやろ、私やから。うれっ！うれっ！うれっ！ナイス、ナイス、ナイス。俺、このままやるわ、もう戦うわ、このまま。あー、ゴー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 。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、ナイス、いいよ、いいよ。いいよ、ちょっとか、カメックスの恋下に今回ね、俺たちが強いから、まあまあまあ、いいんだろうけど。ナイスナイス、多分取れたかな。ナイスナイスナイス。どん、お前はどんどん行こうじゃねえんだよなんだあいつは、じゃ完全に俺たち任せじゃねえか。まあ、俺たちのこと信用してるかもしれないね、もしかしたらカメックスは。任せろ。強いから、俺たちのように。なかなか強いから。なかなか前張る、判断とかもできたんじゃない。うおーい、ちょっと誘拐したけど合わんかった、タイミングが。タイミング合わんかった。誘拐したの見てからやればよかったね。まあまあ、しゃあないね、これは。で、そこにいるのは分かって、先に撃とう。よし、当てて、よし、よし。くっそ、マジかミスったね。マジミスっちゃったね。ユナイト技を、どうしよっかな。これ使うかどうか結構悩みどころな気がする。よし、取って。キルして、キルして、キルして、どんどんキルして。じゃんじゃんキルして。で、カメックスを引き剥がす、避けられていく、あおらおら、当てて当てて、ナイスナイスナイス。これね、まずい気がする。月光が来たらさすがにね、もうダメなんで、あとは、まあ、経験値でも狩ろうか。ロトムも俺狩れる気してんしな。やばい、俺もファイアローのユナイト技、絶望的にセンスがないんだけど、助けてくれ、マジで。いや、でも他の立ち回りは 悪くないでしょ、割と。悪くないでしょ、他の立ち回りは。ってことで許してくんないかな。でも結構やっぱ難しいわ、ファイアローのユナイト技。なんかカメックスの波乗りの方が気軽に打ててね、すごい簡単なところあるから。で、そこの鉢とかを狩ろうか。そうだね、鉢狩りが一番やっぱベストなとこあるから。で、3回目のかじり神はもういいかな。でもやる時間ねえと思うし。さ、これが楽しい、やっぱり。ファイアロー使ってて一番楽しい瞬間。これからのつばみ返しからの、これからの、当てて、つばみ返しからの、これからの、一番楽しいんだよ、これから。多分レベル下がってるから、これここでやっちゃうか。おら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 、絶対やれ、絶対倒せあれいいね、いいね。待て待て、なんかいる、なんかいる、なんかいる。まずいまずい、これまずい、これはまずい。死んだらなんかすごい経験値取られそう。ちょっと逃げるわ、カビゴンくん、申し訳ないけど。で、ちょっとさっきね、真ん中集まらなくて終わったんで、これ真ん中集まろう。ちょ、3段とか集まろう、集まろう、集まろう、集まろう。で、4人、多分敵がね寄ってくると思うから、3段周り集まってたらそのやつらを狩るみたいな。俺たちのゴールに裏取りゴールしてくると思うから。よし、はい、逃げられちゃったね。まあしゃあない、しゃあない。でこれね、死んじゃいそう、俺。危ない、マジで危ない、本当に死んじゃいそうなんで、ブレバレ逃げたいな。あー、やっちまったー。ユナイト技箱を一旦ね、体勢と直して箱をと思ったんだけど、やってしまったわ、マジで。なんか大事なところですごい死んでる。あ、でもナイス、強い強い強い、ナイスナイスナイス。でも最後はね、結構ね、みんなでねいけてるからいいんだよ、なかなかね、なかなかいいよ。今回でも、なんかサンダーやらない感じなんかな。月光画とか攻めずに一緒に殴れば、ね、なかなかいい感じに、サンダー今頃倒せたんじゃないかっていう説は割とあるけどね。あ、ナイスナイスナイス。やばい、なんもしてない俺。やばい、なんもしてない。どうしようどうしようどうしよう。ちょっと助けるか。助けるか、こいつを。味方を助けよう、これ。ナイスナイス。おら、よし、キルしていく。これで助けたでしょ。で、大丈夫かな。よしよしよし。気をつけて帰れよ、みんな。この気配りが大事、これ気配り。ファイアローを使うとき、やっぱり。気配り先生でいかないとね。そんでもって、カメックスがちょっと辛そうなんで、カメックスの仇は俺が撃つ！
お前降参してたろ今。動いてなかったけど。カメックスの敵は撃ったぜ。今回も何もしてないぜ。まあ勝ったからよしか。勝てば官軍よ。